かなさん大丈夫ですか？元気ない。吉野さん、今日は迷惑かけちゃってごめんなさいね。吉野さんまで正社員の方に怒られてしまったでしょ。別に気にならないです。誰が何をしたのかもちゃんと確認していない人の言葉、そんなの気にしていたらカロリー消費します。もう満体。ごめんね、気を使わせてしまって。いつもごめんなさい。かなさん、カロリーが足りない。カロリー？もやし炒めだけのお弁当はカロリー足りないです。最近はよく食べている方よ。吉野さんがお菓子を分けてくれるからね。美味しいもの、みんなで食べるともっと美味しいです。ありがとう。吉野さんは本当に優しいのね。恐縮です。あのね、吉野さん、正社員で手取り15万ってどう思う？この辺りの話ですか？この辺り？はい、収入は地域によって違います。地方だと手取り15万円も結構普通でも、この辺りだと家賃も結構高いし、一人暮らしは厳しい。あんまり外食はできない。無理。やっぱりそうよね。あ、あのね、月15万を高収入だと勘違いしている男ってどう？面倒な人なら一緒にご飯を食べに行きたいとは思わないです。でも勘違いなら言ってあげればいい。そっか。あのね、吉野さん、ちょっとお話聞いてくれないかな。年下のあなたに聞いてもらうのも変かもしれないけど。大丈夫です、晩ご飯までなら。ありがとう。私の名前は吉野、短期メインの派遣会社に登録している派遣社員です。今派遣されているのはネットスーパーの会社。倉庫に届いた商品の箱を仕分けるので結構体力勝負。でも同じ派遣会社から来ているかなさんは大変そうです。いつも体がフラフラしていて、重いものもあまり持てなくて。それもそのはず、お弁当はもやし炒めだけ。もっと食べさせたい。かなさんを見るとそんな欲求がメラメラ。つい大量のお菓子や果物を持って行ってしまいます。かなさんが食べているのを見ると嬉しい。そんなかなさん、どうやら旦那さんが変わった人みたいです。かなとたかゆきの LINE。おい、お前ふざけるなよ。なんだこの弁当、恥かいた。え、あなたどうしたの？私何か失敗しましたか？あのな、俺は大人なんだぞ。それもバリバリ働く社会人だ。弁当はそんな俺の活力になるっていうのがお前は分かっていない。なんだよこのオムライス弁当、俺をバカにしてるのか？ごめんなさい、お給料日前で食費が足りなくて。でもほら、唐揚げやブロッコリーも入っているし。まったく、お前はなんてダメな嫁なんだ。俺は手取り15万だぞ、なんでそれだけあって足りないんだよ。これだけ高収入な旦那をもらってはありがたいだろうが。でも実際に家計に入れているのは10万円よね。そこから家賃、光熱費に食費、日用品だってお金がかかるし、あなたの奨学金やパソコンのローンも返済しないと。それはお前のやりくりが下手だからだろ。まったく。俺はな、前に聞いたんだよ、20代の子なんて食費が月5000円だ。若い娘がやりくり上手でババアのお前が下手でどうするんだよ。その子は実家暮らしではないですか？それか恋人にご飯をおごってもらっているとか。ま、お前とはレベルが違うってやつだよな。なんてったってお前は月に収入が8万くらいだろ。まったく、稼ぎの悪い女を嫁にもらって最悪だよ。お願い、あなた、私も正社員として働かせてください。これから先子供ができるかもしれないんです。私家事もおろそかにしません。どうかお願いします。ダメだね、嫁が正社員だなんて俺が恥をかくだろ。パートだってお前が土下座したからやらせてやってるんだ。俺に感謝しろよな。あなた。吉野とカナの LINE。 なるほど、旦那さんは変わった人ですね。なんで高収入だと思っているんですか？結婚する前は家業を手伝っていたからかしら。お見合いだから後から知ったのだけど、ちゃんとしたお給料はもらっていなかったみたい。あくまで手伝いってことでお小遣い制だったらしいの。まさかそんな生活をしていたなんて。かなさんも変わっています。私も変わっていると言われますが。私？いや違います、カロリーが足りないんです。あの吉野さん、ある程度は糖分を取らないと脳に栄養がいきません。私は糖分をたくさん取っているので毎日フル回転です。確かにそうね、吉野さんは本当に仕事もできるし気遣いもできるし。
かなさん今どこですか？今帰り道よ。そろそろ駅に入るところ。ちょっと待った。今すぐに行くので待っててください。絶対に動かないで。走る走る俺たち、そんな歌が頭の中に流れてきます。急げ急げ、かなさんにはカロリーが足りないんです。だって私だったらそんな旦那鼻で笑ってケツを叩きます。でもかなさんには今それだけのエネルギーがないんですよ。それも当然、もやし炒めばっかりじゃエネルギーにはなりません。本当は野菜マシマシ油マシマシ辛めニンニクを食べさせてあげたいところですが、今はダメ。また今度にして今日は違うものにしましょう。でも今度は野菜マシマシ油マシマシ辛めニンニクもできたらご一緒したいですね。2時間後。おいお前いい加減にしろ。俺の飯は、風呂は、何してんだよ。15万も稼ぐ旦那様が帰ってきてやったのにどこに行ってんで。うるせえよボケ。え、うるせえって言ってんだよ。何が旦那様だ。手取り15万しか稼げないくせに偉そうなこと言ってんじゃないよ。は、おいお前、私の名前はカナですが。なんだよこのクソ旦那。クソ、お前誰だ。私はカナです。ようやく目が覚めたカナです。は、目が覚めた。そうよ、目が覚めた。私完全におかしくなっていたわ。だいたい月15万で高収入だと威張る人間って何よ。あははおかしい、こんな男に従ってたなんて。本当に洗脳って怖いわ。ご飯はちゃんと食べないとダメね。 お前何言ってるんだよ。それはこっちのセリフ。あのね、あなたのお給料は平均よりもかなり低いの。は？最初はあなたが嬉しそうにしていたから言わないでいたのよ。家業を手伝ってお給料もまともにもらっていなかったって聞いたから、きっと苦労したんだろうなって思ったの。でも違ったわ。何が言いたいんだ。本当は家のこともあまり手伝わずにネットでゲームばかり、にゃんにゃかストーリーっていうゲームをしてたのよね。そうだったんでしょ。は？いや、俺は家の中を守っていて、それが家業というか。ああ、もう本当に騙された。お見合いなんてするんじゃなかった。何が家業を手伝う真面目な男性よ。ふざけないでほしいわ。おい、お前本当にカナなのか。手取り47万。え？同級生たちに事情を説明してね、旦那さんが手取りで月いくらもらっているのか教えてもらったの。47万、38万、32万、一番低い人で27万。一番高い人は月の手取りが65万。65万?私も悪かったわ、ちゃんと言わなかったこと。私自身もあなたと揉めるのが嫌で後回しにしていた。そうしているうちにあなたはどんどん調子に乗っていって。ダメね。私たちは最初からダメだったんだわ。おい、お前どこの国の話をしてるんだ。俺は15万も稼いで。え、いいから、今すぐ手に持ってるスマホで調べなさい。嘘だろ。やだ、俺は信じない、信じないからな。とりあえず私はかなさんを定食屋さんに連れて行きました。ここは昔ながらの定食屋さんで素朴な味、うまい。お父ちゃんとお母ちゃんが出迎えてくれるのもいい。おいしいおいしいと泣きながら食べるかなさん。やっぱりおいしいものを食べると体にエネルギーが満ちてくる。ついに覚醒してハイテンションになりました。元気になって帰っていったんです。もう素晴らしい。私は混雑してきたので、お父ちゃんたちを手伝い、まかないを食べて帰宅。そして久しぶりにとあるネトゲにログインしました。にゃんにゃかストーリー、懐かしい、私の青春。吉野と高幸の LINE。このタイミングでヨッシーちゃんがログインしてくれるなんて、頼むよヨッシーちゃん。俺の嫁がおかしいんだ。タカニャンさん、お久しぶりです。嫁がおかしいとは。俺月15万も稼いでるんだよ。なのにあいつバカにしてくるんだ。おかしいだろ。それはおかしいですね。だろ、ヨッシーちゃんは食費5000円って言ってたもんな。なあ、あいつがおかしいんだよ。そうだよ、俺はおかしくないんだ。タカニャンさんがおかしくないと思うなら周りに聞くのが一番。友人、ご近所、会社の同僚、聞いてみるべし。なるほど、さすがはギルドマスターだったヨッシーちゃんだね。早速みんなに聞いてみるよ。にやり。数日後、吉野とカナの LINE。
吉野さん、聞いて聞いて。夫がね、周りに同意を求めて動き回ってくれたおかげで、みんなが夫に説教をしてくれたの。何言ってんだ、お前がおかしいだろって。それは良かったです。そしてね、義両親にも今までのことを全て説明して離婚できたの。もう離婚できたんですか？慰謝料とかは？かなさんはもらうべき。それもね、義両親が立て替えてくれて相場より多くもらったの。せっかくずっと家にいた息子と結婚してくれたのに、私たちの育て方が悪かった。まさか15万を高収入だと威張るなんて。そう言ってお二人とも泣いていたわ。義両親は根っからの悪だったわけじゃないんですね。本当に良かった。でも元夫からまだ連絡が来るのよ。連絡？本当に愛しているのはお前だけだ。愛している？君はこの俺の荒野の寂しい家の中の古い花瓶に生えた一輪の花、ジュテームボンボヤージュかな。これ本文そのままよ。元旦那さんはお笑い芸人の才能があるのでは？ボンボヤージュって良い旅をってことですよね。私もまず吹き出してしまったわ。かなさんの新しい人生が始まったので、良い旅を、そういうことにしておきましょう。そうね。吉野と高幸の LINE。 どうしてこうなってしまったんだ。なんでみんな俺をバカにするんだ。おかしい、おかしい。もぐもぐもぐ。よしーちゃん、今日のランチは秋田料理店できりたんぽ。このスープがたまらん。よしーちゃんは食費5000円でやりくりしているのに、俺はなんであんな嫁をもらったんだ。みんなもバカにするし。私の食費は月7万ですよ。え？なんで勘違いしているのか不明。一人暮らしで5000円とか無理。米、調味料、肉、魚、野菜、嗜好品を仕送りしてもらわないと無理。でも月の食費が5000円って前言ってたよね。それはニャンニャカストーリーの中での話。は？特殊効果をつける食事アイテムの課金が月5000円。その時は課金アイテムの話をしていたはずですけど、まさか現実世界での食費だと思っていたんですか、アホ。いや嘘だろ、ヨッシーちゃん。嘘だよね。そもそもの話おかしいと思ったら普通調べる。調べもしないで奥さんをバカにしていたんだから、アホ。課金アイテム？てかリアルな月の食費が7万？どう考えても食べ過ぎだろ。だからたくさん働いてる。私にとって生きることは食べること、趣味も食べること、もう満体。俺は手取りが月15万なのに、20代の女が食費月7万？嘘だろ！その後、かなさんの元旦那さんは手取り15万でマウントを取っていたことがバレ、恥ずかしくてまた引きこもりに戻ってしまいました。ついでにかなさんは離婚後のメールをプリントアウトして元旦那の実家に送りつけたそうです。こりゃ恥ずかしいでしょうね。私はかなさんと一緒に野菜マシマシ、油マシマシ、辛めニンニクを食べに行きました。うま。かなさんはすっかり元気になってバリバリ働いています。うちの派遣会社の社長と相談して派遣先の直雇用になりました。今は正社員を目指して頑張っているんです。すごいです。私はその後ゲームアプリのチャット対応をする会社で仕事中。この会社は繁華街にあるのでランチに困りません。最高な職場。でもどこにでも変わった人はいるもので。かなさん、今ちょっといいですか？あ、ゆきえさんじゃないですか。全然大丈夫ですよ。どうしたんですか？実はちょっと今困ったことがありまして。困ったこと？かなさんに相談したいんですけど、かなさんって今お父さんの仕事手伝ってて暇がないというか忙しいですよね。ああ、そんなの全然大丈夫ですよ。確かに父の仕事を手伝ってますけど、特定のお客さんしか来ないから暇なんで。そうですか。じゃあ一つ聞いてほしいことが。はいはい、何でも聞きますよ。あの近所に住んでるクミさんっているじゃないですか。ああ、あのつまらんボケ生産マシーンの問題児か。そいつがどうかしたんですか？実は私の旦那が新車を購入したんですよ。購入といっても買い替えたんですけどね。へえ、そうなんですか。いいですね、新車。ウキウキしますね。はい。でもその購入したことがなぜだかクミさんの耳に入っていて。あっちゃー、それは厄介だな。それで昨日クミさんから LINE が来たんです。あんたが購入した高級外車、私に貸しなさいよって。出た、
もうクミさんってそういうことしか言わないですからね。貸せ、おごれ、連れてけ、これしか言わないんだよな。セキセイインコの方がちゃんと喋るわ。なんか同級生が遊びに来て観光名所回るから貸してとか言ってきたんですよ。そんなの自分の車使えばいいのに。どうやら高級車で自慢したいらしいんです。相変わらず何考えてるんだか。脳みその代わりに枯葉でも入ってるのかな。ゆきえさん、ちゃんと断りました？もちろんです。でも貸してくれないと、やってもないのに私が浮気してるって噂流すって脅しかけてきて、もう私困ってて。え？それって LINE で言われました？はい、 LINE で脅されて。じゃあそれスクショしといてください。それとその様子だと、ゆきえさん一家が購入した車の車種はまだ知られていませんよね？はい、購入したことは他のママに話したんですが、車種は言ってないので、クミさんどころか他のママも知らないはずです。購入したばっかっぽいですし、納車もまだ？はい、まだです。オーケー牧場。じゃあまずは私が速攻でクミさんに連絡して注意するんで、その後も誰にも車種言わずに少しの間ちょっと待っててもらえます？え、わかりました。あの、何かクミさんを黙らせる方法があるんですか？え、とっておきの方法を思いつきましてね。じゃあもう今からクミさんに連絡するので、しばし待たれ。た、頼もしい。私はツッコミ担当のカンナ。今は父の会社の手伝いをしてる36歳のママ。そんな私のところに、ママ友のゆきえさんからクミさんの問題行動が書かれた LINE が。ゆきえさんとは仲が良く、助けようと思った私は速攻でクミさんに LINE することに。こんな汚らしいアホが！げっ、カンナさん、何ですか突然。最初からアホがーとかやめてくださいよ。あんたにぴったりだから言ったんだよ。はい？私にぴったり？意味わかんないんですけど。私にぴったりな言葉は最色兼備なんで。いや、最低兼備でしょう。はあ？どういうことですか？まあそんなことは置いといて、あんたどういうつもり？ゆきえさんに失礼なことしてるでしょう。はい？ちょっと意味わかんないです。何がすーだよ。浮気してる噂流すって脅して、ゆきえさん家族が買った車貸せって言ってるんでしょ。あー、もしかしてゆきえさんから聞いたんですか？ゆきえさんめ、よりによってめんどくさいカンナさんにチクりやがって。てめえは私を怒らせた。同級生に自慢したいからか知らないけど、そんなことのために借りなくてもいいでしょう。久しぶりに会う同級生なんだもの。ここらで裕福な生活を送ってるってアピールしとかないと、私絶対心の中でバカにされる。え、それって同級生で友達なんだよね。なのに心の中でバカにされる関係って終わってない？カンナさんはうるさいな。別に借りたっていいでしょ。いや、普通に考えてよくないでしょう。事故とかしたらどうすんの？大丈夫だって。私運転超うまいし、もうワイルドスピードに出れるくらいうまいんだから。逆にダメだろ。あんな運転されたら新車が傷つきまくりになるっての。でもさ、カンナさんもよく考えてみなよ。あの地味でおとなしいゆきえさんが高級会社購入したんだよ。はあ、それが何？腹立つと思わない？普段はおとなしめなのに、車は攻めた感じで生意気なんだよね。別に車ぐらい攻めたっていいでしょう。むしろあんたは常に攻めすぎだから。攻めるが勝ちってね。これが私のモット。お前負け続けてんだろ。うぐ。とにかくゆきえさんから借りないで、自分の車でどうにかしてよね。たく、ゆきえさんのやつ。クミさんには注意しましたが、もちろん響かず。この直後、クミさんはゆきえさんに怒りの LINE をぶつけ、しかしこの私はそこまで計算済みで、実はある作戦を同時に進行させていたのだった。それから数日後、クミさんは車を盗みました。だるまさんが転んだ。は？急に何？そこを止まれって意味だよ。今流行ってるでしょ。ああ、動いたら撃たれるやつ。クミさん、今日の朝ゆきえさんの家に侵入して車の鍵取って勝手に乗ってったらしいじゃん。ちょっとカンナさん、言葉がおかしいよ。取ったんじゃなくて拝借。
いやいや、それはちょっとね。世間は許してくれやせんよ。いや、それにしてもゆきえさんのお宅、まさかポルシェを購入してたなんてね。いいセンスだ。そんなメタルギアチックに言ってないでさ、本当に真剣になった方がいいよ。ゆきえさんにも言いましたけど、安心してください。安全運転で行かせてもらいますし、ちゃんとお返しもするので。そりゃ返すのはもちろんでしょう。だってその車レンタカーなんだから。そうそう、ゆきえさんからレンタルした車ですもんね。いやいや、そうじゃなくて。はい。その車、うちの父さんの会社の車。え？それうちの父さんが経営してる高級車外車専門レンタカーの車なんだけど。は？いやいや、ちょっと待ってください。あの、どういうこと？だからクミさんが盗んだのはゆきえさんのじゃなくて、うちの父の会社のレンタカー。なんならゆきえさんの車まだ納車されてないし。どうしてそんなことになってるの？ゆきえさんと計画したんだよ。どれだけ注意してもクミさんの頭バグ起きてるから、いっそのこと盗ませて逮捕させた方がいいと思ってさ。逮捕させた方がいい？いやいや、ちょっと待って。私はただ本当に借りただけで、家に侵入して鍵を取ったことのどこが拝借なんだ。ヒューフー。ゆきえさんの家にレンタカーを置いてみたら、案の定取ってって笑ったわ。ふん、計画通りってね。まさかこの車がゆきえさんのじゃなかったなんて。納車する車の車種知らないでしょ。ゆきえさんの車はポルシェじゃないから。そんなの置いてたらポルシェだと思うじゃん。でもいいわ、どっちにしろ自慢できたし、このまま乗り続けてやるんだから。あ、やべえ、言い忘れてたわ。は？何よ。その車エンジン壊れかけだった。は？その車プラグが原因でエンジン故障してるっぽくて、たまに止まっちゃったりしちゃうんだよね。だから観光名所回る途中で止まるかもよ。人生ゲームのマスみたい。車が故障し止まる、修理費を払うみたいな。ふざけないでよ。なんでそんな車置いとくの？その車の置き場に困ってたこともあったし、ゆきえさんと話した時にうちに置いたらって言ってくれてね。嘘つけ。私を逮捕させるために置いたんでしょ。まあダブルの意味で置いてた。さすがにレンタルできる車置いたら父さんに怒られちゃうしさ。今離れたカフェにいるんだけど。そこまで運転できたんだ、すごいじゃん。あー、でも多分次乗った時途中で止まると思う。一回運転した後に時間空けて運転したら、なんか止まるシステムになってるんだよね。ウケる。なんでそんなことになってんのよ。そんなんじゃ私逃げられないじゃん。はいはい、お疲れお疲れ。本当1日レンタル料9万円請求したいけど、故障車だから慰謝料で勘弁してあげる。勘弁して。旦那に知られたら怒って払ってくれないと思うし、私もそんな慰謝料なんて払えない。ああ、慰謝料って車盗んだだけじゃないから。え？ゆきえさんに恐喝した慰謝料も請求するよ。はあ、そんな嘘でしょ。エイプリルフールはまだ先です。じゃあ警察にも通報するし、車も止まっちゃうから。逃げようとしても無駄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 。その後クミさんは駆けつけた警察によって逮捕。クミさんの同級生も意味不明な感じで署に連行され、盗んだ車だと知り驚愕。クミさんと絶縁したそうです。クミさんの窃盗は初犯ですが、店の車を盗んだということもあり罰金刑が求刑され、前科持ちという肩書きをゲット。旦那さんは父の会社とゆきえさんに対する慰謝料は支払ったものの、罰金は払わずに離婚。罰金が払えないクミさんは労役上留置処分。今必死に罰金のために働いているそうで、罰金30万円で1日5000円しか稼げないから、60日間はそこにいることになりますね。でもそこを出たとしても、次は離婚の慰謝料があるので、当分地獄のような生活を送ることになるでしょう。一方、故障していた車は慰謝料で修理し完全復活。ゆきえさん宅も無事に納車し、今度一緒にドライブをする約束をしました。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。